3、はい、2、1、どうぞ。はい、おはようございます。こんにちは、こんばんは、ペイントでございます。あ、そういえば、僕、11月16日で、なんと、5周年を迎えました。本当に応援ありがとうございます。まあ、5周年を迎えたのもあるんですけど、まあ、10月の8日で僕、20歳になったので、まあ一つの区切りとして、まあ僕の YouTube 実況者としての今までを、まあ、ゆっくりと振り返っていきたいと思います。何考えてんだろう、なんで書かないんだろう、俺なんで書かないのかな。まず最初に、小学生の時、小学生の時はね、本当にね、あの両親がゲームには厳しくて、もう一切ゲームは買ってもらえませんでした。本当にね、辛かった。みんながね、ゲームの話するたびね、ついていけないんだよね、話に。まあ、それを見かねてね、友達がゲームボーイアドバンスを貸してくれました。いや、本当にね、嬉しかった。で、この頃ハマったのがロックマンエグゼね。いやー、めちゃくちゃハマった。そして中学生、いやーノートパソコンがね家に来まして、まあもう家族兼用のみんなで使うノートパソコンだったんですけど、ほぼ僕が独占してましたね。まあこの頃からもう YouTube とか他の動画共有サイトとか、もういろんなことやってました。オンラインゲームもめちゃくちゃやってましたね。でこの頃からちょっと中二病に目覚め始めます。中学2年生。ここで、ゲーム実況に出会います。まあ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 、僕もすごいやりたいって思ったんだけど、最初見た時から。それでもね、まだ勇気が出なくて、ちょっとビビってました。だからもう1年間ずーっと中学2年生の時は、いろんな人の動画を見てました。そして中学3年生。妹と初の実況動画を出しました。やったのはホラーゲームの青鬼。いや懐かしいね。あの時はねリビングで、お母さんとかの目の前でやってたね。そして僕の本格的な活動が始まります。高校生です。まあここで運命的な出会いをするわけだな。まあ人じゃないけどね、ゲームだけどね。まあその友達に、まあ、マインクラフトって知ってるって、まあ、教えてもらった時ですね。高校1年生の時、今でも覚えてます。弁当を食べながらそれでね、まあ実況動画がね目に入っちゃったわけだ、マインクラフトので。その友達にね、マインクラフトの実況動画出さないって言ったらね、もうすんごいもう断られました。まあ仕方ないよね。結局まあ一人でマインクラフトの実況動画出したんだけど、ある日ね、あのとある実況者さんがマインクラフトのサーバー立てたので、皆さんぜひ来てくださいって動画を出してたんですよ。それを見て、あ、もうちょっと遊びに行こうかなと思って遊びに行ったんですよ。それが、死神くんのサーバーで、でそこで、クロノアさんとも出会い、まあ、これが多分僕のこの20年間の人生で一番大きなターニングポイントというか、すごい出来事だったと思います。本当今も思います、そう思います。でこの3人で実況することになったわけだ。でこれがマインクラフターの日常の誕生です。でマインクラフターの日常投稿してからバーンってチャンネル登録者が300人から一気に伸びて、気づいたらもう10万人突破してました。いや本当にありがとうございます。
そしてまた大きな出来事がありました。そう、年末年始コラボです。ともさん、しゅうりさん、僕、ラブさん、この4人が集まって年末年始に動画投稿しましたね。いや本当にすごかった。これはね、僕の中でももうすごいだいぶ大きな事件です。まあそれをきっかけにね、いろんな人と出会いました。本当に実況者仲間もうめちゃくちゃ増えた。もう本当に楽しかったです。でもまあその反面、リスナーさんからの期待やまあその催促で動画投稿に対する意欲がだんだん落ちてきちゃったんだよね。そんな心境の中来ました、キャンプ。ともさん、あちゃみさん、しゅりさん、とうふさん、ラブさん、僕で夏キャンプしましたね。見ましたかみんな。いや本当に楽しかった。まあその時にね、いろんな悩みとかを相談したりとかして、本当に、まあ、特にしゅりさんなんかはもう本当に真剣に聞いてくれてありがとうございますって感じですね。まあともさんとあちゃみさんは僕の寝顔をね、写真撮ってLINE で送り合って、ただただ爆笑してました。振り返りはここまでにしておきます。まあ、たくさん他にも思い出があると思うんですけど、ちょっと書ききれないのでね。いや本当にこのドローマイライフやってなんか実感しました。みんなの支えがあっても本当にここまでやってこれたんだなって。多分実況者の中で一番こういろんな人の支えがあって生きてるのが僕だと思います。本当にいろんな人の支えがあった。特に赤髪のトモさんはもう本当に、実はね、僕にペイント YouTube やめろとか言いつつも、もうすっごい陰ではね、いろんなことを声かけてくれたりとか支えてくれてるんですよ。ツンデレなんすよ。最後になりますが、本当にここまで皆さんありがとうございました。そしてこれからもよろしくお願いします。終わりと。